ね、OK。 はい、じゃあ準備ができたということで、さあそれでは早速、ね、本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。はじめに小説家を目指す日本の大学生純吾役、坂口健太郎さん、お願いいたします。皆さん、こんにちは、坂口健太郎です。日本のこう記者会見というか、皆様の場でお話しできるところでこう、ね、韓国語と一緒にこう話をするというのがちょっと不思議な気分ではあるんですけど、でも、今回の作品は日本の青年と韓国の女性が出会って、恋に落ちて、幸せな時間があって、まあ、離れてしまう瞬間もあるんですけど、そういう一度の恋愛をこういろんな角度で多角的にこう表した作品です。もうすぐ配信が決まって、とっても日本の方に見ていただくのがすごく嬉しく感じます。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあ続いて韓国から日本へ留学に来たチェホン役、イーセヨンさん、お願いいたします。こんにちは。翻訳を演じました、イーセヨンです。たくさん緊張しています。また日本に来られて嬉しいです。本日はよろしくお願いします。皆さん大きな拍手をお願いします。素晴らしい日本語でした。チャラシャスミダユボノで。さあ続いてムンヒョンソン監督、お願いします。こんにちは、監督のムンヒョンソンです。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、流暢な日本語でありがとうございます。はい、さあそれではですね、ここからいろいろとお話を伺っていきたいと思うのですが、スチールの皆様はここからフラッシュの撮影はご遠慮いただきたいだと思います。ご協力よろしくお願いいたします。さあそれではまずは坂口さんにお聞きしたいんですけれども、はいはい、日本国内での活躍はもう皆さんご存知の通りでございます。そんな坂口さんが今回初めて海外韓国制作のドラマに参加されたということで、まあ、どのような気持ちで挑まれたのか、また韓国で話題になっていた本作をもう日本でも早く見たいという声がずっと前から上がっているんですけれども、まあ、先ほどもちょっとおっしゃってましたけど、日本の配信が決まった時のお気持ち、ぜひ聞かせていただきたいと思います。そうですね、この今回初めてこの韓国の作品というか、こうスタッフ、もちろん監督もキャストも皆さんが韓国のチームと一緒に撮影するというのは、一番最初は少し不安な気持ちもあったんです。それは今までこう自分が、ドラマだったり映画だったりで撮影をしてきてこう培ってきた経験みたいなものが通用しないんじゃないか、それはコミュニケーションだって言葉の問題でですね、通用しないんじゃないかなっていう不安はあったんですけど、一番最初韓国の撮影から始まって、こう監督だったり彼女と一緒にこの一つのシーンを丁寧に作っていく時間を設けてもらって、台本っていうこう一つスタッフの中での道しるべのようなものというか、そういうものがあったらこう文化の差だったり言葉の差っていうのはほとんどこう関係ないんだなっていうのは今回初めて作品に参加させていただいて思ったことですね。あとやっぱりこう日本でこう配信が決まって、やっぱり日本の方々にも本当にたくさん見てほしいという気持ちは強くあったので、決まったのを聞いたときはすごく嬉しかったです。本当にたくさんの方々が待ち遠しい気持ちで今待ってますからね。はい、ありがとうございます。さあ続いてイセヨンさんに伺いたいんですけれども、本作はですね、純吾と本が出会うシーン、井の頭公園駅であったりとか、2人が吉祥寺の商店街で買い物をするシーンなどなど、まあ、日本での撮影も多かったと思います。日本での撮影は初めてだったということなんですが、印象に残っているロケ地とかありますでしょうか。가장기억에남는장소는이노카시라공원입니다.
작년겨울에일본에서팬미팅이있어서방문을했는데요그때감독님문감독님과함께이노카시라공원을처음와봤어요근데너무아름답고너무넓고되게자연스럽고수수하면서도화려한그경관을보면서공원이이렇게아름다운곳이구나처음알았어요정말너무너무예뻐서뭔가되게화려한뭐관광지라거나이런거다필요없이너무그공원을다시또가고싶다얼른촬영을했으면좋겠다는생각을했고촬영장이돼서다시갔을때도역시나너무아름다웠습니다제일인상적이었어요やはり一番記憶に残っているのは井の頭公園です。去年の冬に日本でファンミーティングがあったんですけれども、その時に文監督と一緒に井の頭公園に初めて行ったんですね。でその時に本当に美しくて広くて、そして自然な印象もありました。地味ながら華やかとでも言いましょうか、そういう景観を目の当たりにして、公園というところはこんなに美しいところなんだと思いました。ですから他にもう華やかなところは観光地は必要なくまたこの公園に来たいなと思いましたそしてここで撮影ができたらいいなと思っていたんですけれども実際の撮影場所として行った時にもやはり美しくて一番記憶に印象に残っています、はい、さあということなんですけれども坂口さんはいかがですか記憶に残っているロケ地日本のあ日本のあ日本でも韓国でもいいですけどそしじゃあ今セオンがその日本のロケ地をおっしゃってたので僕は韓国のロケ地で言うとクランクインあの撮影が始まったのが韓国のこのヨルトン公園っていう公園だったんですねあの今回の作品って5年っていう時間のこの時間が2人の中には空いててで5年経って再会するときってどうしても関係が少し冷えたところから始まるんですで韓国のクランクインの時にあのすごく寒くてあのヨルトン公園に初めてこうまだ朝日が昇る前ぐらいに集合してそこから撮り始めてはいたんですけどこの5年後2人の関係が少し冷えてしまっている中での冬のこのヨルトン公園っていうのは少しこう木々も枯れ木になっていてで空気はとっても澄んでたんですけどなんかどこか寂しい感じがしたんですよねそれがこのその時の2人の感情にとても合っていてちょっと悲しさを感じるというかわびしさを感じるというかなんかそのヨルトン公園のその澄んでるんだけどどこか悲しみをこう悲しい印象を与えてくれるみたいな、うん、あのロケ地はすごく印象に残ってますね、うん、日本の印象に残るロケ地と韓国のと2つ教えていただきましたけれどもきっと配信がスタートしたら日本の方も韓国の方もそれぞれ聖地巡礼をされるんじゃないかなっていうような本当によく知っている場所がね結構出るのでそのあたりもこのドラマね楽しみにしていただきたいなと思いますさあ続いて監督に質問でございます本作長年監督が映像化を望んでいたというねそういう作品だと伺っております映像化したかった一番の理由というのは何なんでしょうかまたあの隣にいる坂口さんと一緒にお仕事をしてみてどうでしたでしょうかあ、で、우선저는개인적으로어렸을때부터멜로드라마러브스토리장르를가장많이보면서컸던세대기도하고요예그래서꼭언젠가는이런이야기를연출해보고싶었고기왕이면한국과일본사이에뭔가관계된그런이야내용이면더좋겠다라는어떤막연한그저의로망욕심같은게있었는데요9년전에이원작을처음만났을때딱이원작의제목만보고도왠지제가어렸을때부터꿈꿨던그런러브스토리일것같다라는생각이들었고요역시나원작을읽자마자이작품을꼭도전해봐야겠다시도해봐야겠다라는생각이들어서그때부터이렇게준비를하게됐습니다그리고네우리켄타로배우님과는
뭐당연히이제캐스팅을하기전에저나아니면저우리일본프로덕션의이제프로듀서분들하고같이많은고민을했는데사실그고민이그렇게오래걸리지는않았던것같아요사실상저희뭐저희제작진내에서는이제만장일치로이사랑후에오는것들이란드라마는시리즈는꼭사카구치켄타로배우가있어야만한다라는이제저희만의어떤그대원칙을가지고시작했고요거기서부터정말본격적인준비가하나하나씩잘풀려나갔던것같습니다우리켄타로배우님덕분이죠너무너무감사하게생각하고있고저의은인입니다이상입니다まず個人的には私は子どもの頃から幼い頃からメロドラマやラブストーリーをたくさん見て育った世代になるんですねそしていつかこのようなラブストーリーを演出してみたいと思うようになりましたそしてできるならば韓国と日本にまつわる内容で何か撮ってみたいと漠然としたロマンと欲がありましたそして9年前にこの原作と初めて出会ったんですけれどもタイトルを見ただけで子どもの頃から私が夢見ていたラブストーリーだなというふうに思いましたですのでこの原作を読んですぐにこの作品にトライしたい挑戦したいというそんな思いが芽生えてきましてその時から準備を始めていましたそして坂口健太郎さんにつきましては当然のことながらキャスティングをする前に私とそれから日本のプロダクションのプロデューサーの皆さんを交えてどなたにお願いしようかと悩んだんですけれどもその悩みは長く時間はかかりませんでしたもう制作スタッフ一同が満場一致でもうぜひこの愛の後に来るものの主役は坂口健太郎さんにお願いするべきだというふうにもう大原則が出来上がったんですねそしてそれ以来本格的な準備を一つ一つ進めることになりましたこれもすべて坂口健太郎さんのおかげです本当に心から感謝していますし私にとっては恩人ですさあものすごい言葉が満場一致恩人どうですか坂口さんいやでもそれは本当に僕の方もですよね監督がこうやって純子役に言葉が堪能ではない僕をこうキャスティングしてくれてでこう出会って本を少しずつこう作っていくのに加わらせてもらってで彼女はとってもこう現場ですごくなんて言うんだろうなポジティブでとっても明るい雰囲気を持ってくださる方だったのでなんかこのお二人とこの風通しがいい現場だったんですなんかそれをこうその瞬間その時間に僕がこうポンと入ればよかったのでうん、いろんなこの不安はあったけどこのベニ役のセヨンとこのムン監督と一緒にこう仕事ができたっていうのは僕からも本当にありがとうございますと本当に恩人だなっていう気持ちがありますね、うん、ですが今ねそのスタッフの中にポンと入ればよかったっておっしゃってましたけれども坂口さんはなんか韓国での撮影の時に坂口さんが今日覚えた韓国語を皆さんに披露するというのが日課になっていたというふうに伺っています、はい、そうですね、トランシーバーで毎日撮影が終わると一番最初なんでそれが始まったのか分かんないんですけどもう本当に今日お疲れ様でした明日も頑張りましょうねみたいなことを言ってたらなんかそれが定例化したというか途中からはもう撮影の最後のカットが始まる前ぐらいに助監督の方が後ろで待機してトランシーバー持ってくれてでカット監督が OK って言ったらそれを渡されて喋ってみたいなことはずっとやってましたね、うん、じゃあもう本当にコミュニケーションを取るのはそんなに難しくなくみんなのおかげもあり自分も取ろうと頑張ったっていうことなんでしょうかね、うん、だから大丈夫だったでしょうかお二人は僕結構喋るしすごくふざけるんであそれはなんかね共演の皆さんもそうおっしゃってましたけど、うん、セヨンさんどうですか健太郎さんの日本語が本当に上手です私よりも
あ、韓国語、韓国語が、いやいや、あ、日本語がない。あなたの方が、あの、やっぱ日本、すごいんです。会うたびにね、やっぱりどん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 このセリフじゃないところでも、うん、あの、ベニーとしての日本語がとっても上達していくし、普通にこう喋ってても、このなんていうんだろう、会うたびにこのアップデートしていくので、やっぱすごい、本当にそれはきっと現場で見せない苦労をたくさん彼女はされてただろうし、でも現場に来るととってもこのポジティブな風を持ち込んでくれたので、うん、やっぱりすごく助かりましたね、うん、そんなあの和気あいあいとしたのはきっといろいろとちょこちょことこれからね映像などが、まあ、アップされていくんじゃないかと思うので、そういうところもねぜひ一緒に楽しんでいただきたいなと思います。さあ、ところでですね、ここで、まあ、ちょっとドラマの話をさせていただきたいんですけれども、本作では変わらない愛はあるのかというテーマがたびたび投げかけられます、こちらについてご自身はどう思うのか、ちょっとですねお話を伺いたいと思うんですが、坂口さんはこの変わらない愛はあるのかというテーマどう感じられますか。そうね、僕は期限、終わりはないと思うんですけど、愛はとっても変化していくものだなっていうふうには思いますね。やっぱり、出会った時の愛のこの熱量だったり色形と、やっぱり時間が経って、交わしている愛の形っていうのは多分、目に見えないものだけど、重さもきっと色も質量も多分違うとは思うんで、変わっていくものだなとは思うけど、それに対してこう終わることはないだろうなっていうのがなんとなく自分が思うことかな、うん、ありがとうございます。さあ、じゃあこちらの作品を映像化したいという強い思いがあった監督はどのように感じられますか。뭐 변하지 않는 사랑이 있다 없다 에 대해서는 세상의 모든 사람들이 다 다르게 생각할 것 같아요. 예. 저는 그게 지극히 자연스러운 것 같고요. 예. 저 개인적으로는 변하지 않는 사람도 사랑이고 변하는 사랑도 사랑일 수 있다 라고 생각을 하는 편인데요.그래서이제저희이제작품을보시면아시겠지만뭐연출적으로나연기적으로 사랑에대한어떤섣부른정의어떤단순한뭐규정이런거는하지않으려고했었고요예그만큼좀많은것들그사랑에관한사랑에얽힌많은감정들이좀다양하게예이작품속에는여기저기녹아들어있다라고예봐주시면좋을것같습니다変わらない愛があるかどうかということについては、世の中の人たちそれぞれが皆さん違う考えがあると思っています。そのようにそれぞれが違う考えを持つということも自然なことだと思っているんですけれども、個人的には変わらない愛も愛だと思いますし、変わる愛も愛だというふうに思っています。そしてこの作品を見ていただければ分かると思うんですけれども、演出的にも演技的にも簡単に愛というものに対して何か定義をしたり、そして単に何かを規定したりということはしないように努めていました。それくらいたくさんの愛を見せたいというふうに思いましたし、愛にまつわる愛に関するさまざまな感情をあちこちに溶け込ませて演出をしました。ではセヨンさん、変わらない愛があると信じますはい私のセリフは変わらない愛があると信じますかですけど、私は信じます、あります사랑은변하지않는데사람이변한다고생각해요。그리고변하는사랑도있고변하지않는사랑도있지만사랑은정말로변하지않을거라고생각합니다 그런운명같은사랑을믿습니다。はい、
愛は変わらないと思うんですけれども、その代わり人は変わることがあるというふうに思います。そして変わる愛もあれば変わらない愛もあるんですけれども、愛自体は変わらないというふうに思います。そして運命的な愛もあると信じています。さあ、このドラマを見て、視聴者の皆さんはどのように感じられるのか、それぞれのね、いろんな思いが回れる、そういう作品なんではないかと思います。さあ、ところで、今日はですね、先ほど日本と韓国の違いなどにもついてですね、お話をしていただいたわけなんですが、今日は、事前に皆さんにですね、好きな言葉をそれぞれフリップにご記入いただいております。それをここでちょっと披露していただこうかなと思います。坂口さんは韓国語をカタカナで、そして、他のお二人は日本語をカタカナで書いてくださったということです。それではお一人ずつ披露していただきましょう。まず監督、フリップ見せてください。ポヨジュセヨ。はい、キレイ。ね、はい、キレイ。なぜこの言葉を選ばれたんでしょう。아뭐저희본편에그러니까작품속에서두주인공이이키레라는말을주고받는데요그장면을촬영할때저는여기계신이두분이예우리켄타로배우님세영배우님이말그대로예되게너무 예쁘고아름다웠어요예저그순간그런생각을절로하게됐는데요예저희작품을봐주시는분들이저처럼예중고와홍이가되게예쁘다 아름답다라고공감해주시기를바라는마음에서예이단어를골라봤습니다。この本編を見ていただくと、この劇中に2人の主人公がきれいという言葉でやり取りをするシーンがあるんですね。で、この撮影をしているときに、私がこの隣にいるお二人を見たときに、あ、健太郎、坂口健太郎さんとイーセヨンさんは文字通りきれいだな、そして美しいなというふうに思いました。その瞬間、本当に自然にそんなふうに思ったんですね。なので、この作品を見てくださる方が私と同じように、純子と本は本当に綺麗だな、美しいなというふうに共感していただきたいという思いを込めてこの言葉を選びました。でも本当にドラマ、私もちょっとだけ見させていただきましたけれども、まず出てくる言葉がきっと皆さん綺麗だと思います。本当に素晴らしい映像が続きますので、ぜひ期待していただきたいと思います。さあ、じゃあ続いてイセヨンさん見せてください。はい、会いたい、会ってますか。会いたい、大丈夫です、はい、会いたい。この言葉を選ばれた理由は何でしょう。항상저는현장사람들이나배우들이보고싶더라고요그리고아이라는말이아이뭐아이사츠아이사랑뭔가그런말이랑뜻도여러뜻이있어서아이도좋고아이딸뭔가네글자가예쁘게딱아이딸이렇게떨어져서입에도잘붙고그리고칸나상이랑나카무라안상을항상그리워했어가지고메신저로아이딸했던이제기억이있습니다。私はいつも現場にいらっしゃる皆さん、そして共演した俳優の皆さんに会いたいというふうに思っていたんですね。そして愛という言葉、文字というのはその愛の部分だけを見ると挨拶の愛にもなりますし、そして愛、さらにそのラブの愛という意味もありますよね。そんなふうにいろいろな意味があるのもいいなと思いますし、この会いたいという4文字がこう合わさった時にまたすごくいいなと思いました。そして口にもよくなじみますし、そしてカンナさん、中村アンさんにも会いたいなという、そんな恋しい気持ちがありましたので、メッセンジャーでやり取りをするときにも会いたいとよく書いていました。さあ、続いて最後、坂口さんお願いします。僕はだから書いてあるのはカタカナで、韓国語が書いてあるのちょっと分かんないかもしれないですけど、僕はこれチャジャンゴチナカミニだっていう
차종모지나갑니다네はいこれはあの会いたいと綺麗が出た後にちょっと言うのはあれなんですけど自転車が通りますっていうね日本語訳するとこれはやっぱり現場では本当によく聞いたんですよね撮影しててやっぱり日本のその純吾の家だったりは結構その自転車が多かったのでもう本当にスタッフの方チャランゴチナガミだこれはやっぱりいい響きだな最初これ何を言ってるなんていう風に言ってるんだろうなと思っていろいろ聞いてはいたんですけど通訳の方に聞いたらチャジャンゴが自転車でチナカムニラが通ります素敵思いやりのあるね言葉で二人がでも綺麗と会いたいにしてると思ってなかったんで僕は自転車通りますで果たしていいのだろうかと思うんですけどでもあのそうだね自転車皆さんに いろんな方が通られるので、はい、丁寧に日本では撮影をしていましたはいはい、しっかりと注意しながら周りにも配慮しながらしっかりと撮影をしてたという証ですね、うん、あとこの自転車の絵がすごく上手だなと自分でもそうなんですよ、ね、あのちょっとねあの遠い席の方はよく見えないかもしれませんけれども、はい、これ本当に20秒ぐらいで描いたんでね結構上手だなと、自分では思っておりますけれども、はい、ものすごい大満足の笑顔でしたね、今ねありがとうございます、はいはい、どうですかセヨンさんこんなことをおっしゃってる、はい、坂口さんよく聞かれましたこの言葉はい、いつも韓国では片通ります、うん、車通ります、うんうん、日本では自転車通ります車通ります하고근데일본에서는특히나自転車が많이다니는구나하는생각을했습니다가장먼저저희가배운일본말한국말이自転車通ります、車通りますみたいな。僕はチャーチュしますよってことも結構好きで。気をつけて。車気をつけて。チャーチュしますよ。はいはいはい。これも好きですね。なんか思いやりのある言葉だけをまずいっぱい吸収したってことですかね。日本では特に自転車が多いんだなというふうに思いました。日本でも韓国でもまず最初に覚えたのが車通ります、自転車通りますという言葉でした。そんな和気あいあいと周りにも注意しながら一生懸命撮った作品ということで、はい、皆さんそれぞれね一言書いていただきましてありがとうございました、はい、さあそれではちょっとフリップは回収させていただきたいと思います。さあ、残念ながらですねあっという間に時間が過ぎてしまいましてそろそろお時間やってきてしまいました、まあ、この後にですね、最後日本の配信を楽しみにしている皆様に見どころとともにメッセージをいただきたいと思うんですが、ちょっと準備をしていただきたく、감독님그리고오세영씨그인이어를빼주시고네의자위에얹어놔주세요네はいそしてねそうじゅせよね일어서주세요はい、お願いいたします。後ろのチェアをちょっと、はい、整理させていただきます。자그럼이제부터는마지막메시지인데요여러분그관전포인트랑그리고시청자여러분들께마지막메시지멘트를해주시면좋겠습니다자それではですね最後見どころとメッセージをいただきます監督からお願いします감독님부탁드리겠습니다네그아까도잠시말씀드렸지만사랑해오는것들이란이작품속에는뭐단순히그후회뭐원망슬픔이런그부정적인감정들뿐만아니라정말여러가지예감정들이아름답게어우러져있고요예그래서이번가을은저희사랑해오는것들과함께좀감성이충만한그런시간보내셨으면좋겠습니다네아무튼많은기대와성원부탁드리겠습니다감사합니다先ほども少し申し上げたんですけれども、この愛の後に来るものという作品は、ただ単に後悔しているだけだったり、ただ単に恨んでいるだけだったり、悲しんでいるだけの物語ではありません。本当にさまざまな感情が美しく描かれています。ですので、この秋は愛の後に来るものと一緒にこれを見ていただいて、感性豊かな時間を過ごしていただけたら嬉しいと思います。たくさんの期待
いと声援を寄せてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続きましてイセヨンさんお願いします。はい、日本でもたくさん方に見ていただきたいです難しいです이번작품을통해서쉽지는않았지만또새로운뭔가에도전하고싶다는생각이들었어요일본어로연기를하면서도되게어렵지만행복하고즐거웠습니다그리고일본에서두달동안촬영하는동안도너무너무행복했고그에너지로되게재밌게열심히애정을가득가득담아서찍었거든요저희는다르지만되게닮아있다고생각해요그래서되게뜻이 같으니까잘통한다고생각을합니다많은분들이저희작품보고공감해주셨으면좋겠고이번작품을통해일본에인사드리게돼서영광입니다감사합니다この作品を通して、もちろん撮影は簡単ではなかったんですけれども、新しいことに挑戦したいという思いが強くなりました。もちろん日本語での演技は難しいところもあったんですけれども、とても幸せで楽しかったです。そして日本で2ヶ月撮影ができてとっても幸せでした。このエネルギーをいただいて頑張って愛情を込めてこの作品を撮りました。私たちは違うけれども似ているという気持ちも持っています。そして意味も似ているところがたくさんありますので、通じる部分も多いですよね。大勢の皆さんに見ていただいて共感していただければ嬉しいです。このように日本で皆さんにご挨拶できてとても嬉しく思っています。どうもありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。감사합니다。さあそれでは最後坂口さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。今回の作品はこう日本と韓国の、なんだろう、それぞれのすごくエネルギーの強い思いがこう合わさってやっとこう皆様にお届けができる、できた作品だと思います。とっても綺麗な日本の四季だったり、韓国の冬の美しさだったりそういうものはあるんですけど、やっぱりベニとジュンゴの間で起きていることって世界はね、そんなにものすごく大きな世界ではないかもしれないんですけど、やっぱり、この2人の登場人物、ミンジンとカンナも入れて4人の登場人物の中でいろんなこうすごくいろんな愛がこう動いていて、なんかその瞬間を皆さんにこう見届けていただけたらとても嬉しいなと思います。本当にこの文化の違いみたいなことを僕は最初はすごく不安で思ってはいたんですけど、やっぱり一つのこのラブストーリーという作品を撮るにあたってはこんなにこう仲間というか監督だったり、キャストのみんなとこう一つのものを作る同じベクトルを向いて同じ方向を向いて仕事ができたっていうのは僕はとっても誇りに思います。皆さんにやっと届けられるので、ぜひ、この瞬間を見届けていただければ嬉しいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上をもちまして韓国ドラマ愛の後に来るもの来日記者発表イベントを終了とさせていただきます。이상으로서기자발표에서끝나겠습니다마치겠습니다여러분감사합니다皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ユンヒョンソン監督、イセヨンさん、そして坂口健太郎さんでした。네그럼예기총에서네여러가지십시오감사합니다ありがとうございました。さあそれでは準備できましたので始めましょう。まずスチールの皆様からです。正面の方を見てください。우선전면봐주세요。ねえ、はい、まずはセンターのスチールの皆さん、はい、素敵なお写真を収めてください。お願いいたします。で、ファイチャン웃어주시면좋겠습니다。少し笑顔でお願いします。はい、お願いいたします。ねえ、監督に너무좋습니다。監督のね笑顔がとても素敵ですよ。はい、자그럼여러분조금씩왼쪽으로가주세요조금씩はい。자뭐監督韓国語が坂口さんはよくご存知のようで、自分からのね進んで左の方を見ていただきました。さすがでございます。はい、さあいかがでしょうか。はい、
さあ今ですね、上手の方でちょっと写真撮影を行っております。はい、いかがでしょうか。자그럼여러분이쪽오른쪽을봐주세요。はい、ではこちら下手側の方のスチールの皆さん、どうぞお写真を撮りください。はい、さあもう一回、あ、いいですね。감독님정말좋은데미소를지으신거예요。本当に監督の絵がすごく素敵で、白いキラッてこう光ってる感じがとてもいいです。はい、さあそれではまじまげ、ね、정면또한번正面をまたあのオフィシャルのカメラマンがいますので、公式カメラマンに계십니다。ね、자그럼또한번발짝여러분웃어주세요。ニコッと笑ってください。素敵な笑顔をお願いいたします。さあいかがでしょうか。はい、자그럼뒤쪽에뮤비카메라가있습니다。여러분좀동작을、네、해주시고、네、손흔들고혹시괜찮으시면、네、볼하트라든지손하트라든지감독님도해주시면좋겠습니다。네네손하트。はい、さあこんな感じで今ね笑顔でやっております。はい、さあいかがでしょうか。はい、フラッシュ、あ、フラッシュ、ここで申し訳ございません、後ろの皆さん、フラッシュはここでやめていただくということで、자또한번가겠습니다。뮤비카메라입니다。네여러분그럼손흔들어주세요。まずは手振りましょう。さあ자자음은손하트갈까요。はい、네하트作ってください。はい、いいですねいいですね。はいはい、ありがとうございます。 OK が出ましたので、네여러분포토타임이걸로종료하겠습니다。감사합니다여러분。はい。